アイカこの書は5つの詩からなる旧約聖書の独特な書です著者の名前は分かりませんがエルサレムの陥落を生き延びた人物です詩の内容はバビロンに包囲され陥落した都と民が補囚にされる様子を描いていますこの出来事は第二列をきに記されていますエルサレムの陥落と民の補囚はそれまでのイスラエルの歴史の中で最も恐ろしい大惨事でした神はアブラハムに新しい土地を約束していました そして、イスラエルの首都エルサレムを建てるために、ダビデに勝利を与えたのです。ダビデの子孫は代々王となってきました。神は神殿に臨在して、祭司たちはその神殿でイスラエルの礼拝に伴う儀式を行ってきました。この500年に及ぶ歴史の末に、紀元前587年の夏、その都がバビロンによって陥落させられたのです。すべてが滅ぼされ、町は廃墟になりました。 アイカはその悲惨な記憶とこの破滅の後のイスラエル人の混乱を記しています嘆きを歌った詩は聖書の中で珍しくなく詩編にはたくさんありますそして聖書の嘆きの詩にはいくつかの意味がありますそれはある種の抗議の詩でありこの世界で起きている見過ごすことのできないひどいことに人々や神が目を向けるよう訴えるものですまた感情を整理する手段でもあります 人の罪のせいで起こる悲惨な出来事への怒りや動揺をこういった詩の中で発散させているのです。また混乱を表現する方法にもなっています。苦しみは神のご性質や約束に対する疑問を生じさせますが聖書はそれらの疑問を軽視するどころか大事なこととして扱います。嘆きの詩は人の苦しみに敬意を表し尊厳を与えています。こうしてて神に向かって嘆く人間の言葉が 今やご自分の民に対する神の御言葉となっているのです五つの詩の構成は非常に意図的でそれ自体がこの書のメッセージの一部になっています一章から四章はアクロスティックと呼ばれ行の最初の文字が二十二時からなるヘブル語のアルファベットで始まっていますこのしっかりと整った構成が苦痛に満ちた嘆きの詩の混乱した内容と対照的であたかもイスラエルの苦しみが A から Z まで進んでも語り尽くせず 表現できないことを表現しようとしているかのようです1章と2章は一つの字につき一つの説という同じ構成でありながらテーマは全く異なります1章はシオンと呼ばれる女性の嘆きと恥に焦点を当てています詩の中でエルサレムは擬人化されて未亡人あるいは娘シオンと呼ばれ一人寂しく座っています彼女は愛する者を奪われ打ちひしがれていますが慰めてくれる人はいません これは強烈な陰ですそしてシオンは主に向かってて声をを上げ自分の境遇に目を向けてくださいと訴えますこの例えを通してこの詩はエルサレムの壊滅によってイスラエル人が受けた心の傷は愛する者の死と葬儀を体験するのに匹敵することを示しているのです。2章はエルサレム陥落に焦点を当てそれがイスラエル人の罪の結果であり神の怒りがもたらしたものであることを描き 怒りがこの詩のキーワードになっていますここで重要なのは聖書における神の怒りとは理由もなく気まぐれに発せられるものではないということです聖書の中の詩や預言書はこの言葉を神の正義という意味で使いますイスラエルは神と契約を結びましたしかし何世紀にもわたって他の神々を拝んだり弱者を抑圧して不正を働いたりしてこの契約を破り続けてきたのです 神は怒るのに遅い方ですが、最後にはこの人間の罪に正義を持って怒りを燃やし、罰という形でそれを表します。エルサレムの場合はそれが、バビロンに街を征服されるという形でやってきました。この詩は、神の怒りを正当なものとして描いています。その上で、詩人はこの悲劇を嘆き、神にもう一度憐れんでくださいと願っているのです。 三章は1章と2章とは違って一字につき3節あるのでこの書の中で最も長い詩になっています自分の苦しみを嘆く孤独な男性が語っていますがこれは民全体の声を代表したものですそして興味深いことにこの章は旧約聖書の別の書からの引用で満ちています予部の嘆きの詩詩篇の中の有名な嘆きの詩またイザヤ書の苦難のしもべの詩もあります そしてこの詩は彼の苦しみを二章で言っているとおり神の裁きのゆえだとみなしているのです。逆説的なようですがそのことが著者に希望を与えこの書の中で唯一の希望の言葉を語らせているのです。主の契約の愛のため私たちは滅びなかった。主の憐れみは尽きず朝ごとに新しい。神よあなたの真実は偉大である。私の魂は言う。主こそ私の割り当て。それゆえ私は彼に希望を置く。 この詩は神が予言された裁きを間違いなく実行する方なら最終的には悪に勝利するという約束もまた間違いなく果たされるだろうと結論づけていますだからこの詩における神の裁きは未来の希望の苗床なのです4章は1章と2章と同じ一字につき一節のスタイルに戻り2年間のエルサレム包囲について生々しく心がかき乱されるような描写をしています そして過去のエルサレムの様子と包囲されてからの悲惨さを比べています。以前は道端で遊び、笑い声を上げていた子どもたちが、今は食べ物を濃い、ごちそうを食べていた金持ちは、埃りまみれのものでも食べられるものはすべて食べます。まばゆい身なりの高貴な人たちは、上に苦しみ、汚れ果て、誰だか見分けもつきません。そして、ダビデの子孫である油注がれた王は、捕らえられ、連れ去られました。 これらの対比がイスラエルが自ら招いた苦しみの深さをえぐり出しこの詩に凄みを与えているのです最後の詩はこれまでのパターンを崩す独自のものです他の章と同様二十二節ありますがアクロスティックにはなっておらずまるでもはや整った形を保てず嘆きがほとばしり出て乱れてしまったようですこの詩は神の憐れみを乞うイスラエル全体の祈りなのです イスラエルは自分たちの苦しみを無視したり見捨てたりしないでほしいと神に懇願していますこの詩には都の陥落によって打ちのめされたあらゆる種類の人々が挙げられています彼らは他の人々のために嘆き彼らの苦しみのために声を上げ彼らを忘れないでくださいと神に願っていますこの書においては黙って苦しむことは美徳ではありません 神の民は感情を抑えつけるのではなく声を上げて訴え神の前にすべて注ぎ出すように進められているのです。アイカは逆説的な終わり方をしています。神は永遠に世界の王であることを認めつつこの悲惨な状況はイスラエルに神などどこにもいないかのように感じさせると言っているのです。結びの言葉はこの矛盾を残したまま「あなたが本当に私たちを退けたのでなければ」と締めくくります。 心地よくすっきりと終わらないこのエンディングは、私たちのリアルな痛みと苦しみのようです。聖書のストーリーはこれで終わりではありません。しかしこの書は、嘆きと祈りが、この損なわれた世界を生きる信仰の旅路にとって重要なものであることを示しています。これが、愛いかです。